どうも皆さんこんにちはというかもうこんばんはなんでしょうか。どうも目白大学から参ります鈴木武史と言います。よろしくお願いします。奈々さん自己紹介します。もしもし、はい。まあね、はい、大丈夫ですね。こんにちは、こんばんは、初めての方もそうじゃない方もいらっしゃると思うんですけれども、吉井奈々と言います。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。なかなかちょっとこの距離というのがね、若干私も緊張するんですけども。びっくりですよね。ね、ちょっとね。いや、これは聞かされてなかったな、ね、みたいな感じですね。本当に目と鼻の先という。本当フラットスポットじゃないか、みたいな感じですね。びっくりしました。大学の授業じゃないですよね、これね。ね。なんか大学の授業でこうやって座って話すとまずないですからね。ああ、わかる。なんかこの関係ってなんか徹子の部屋みたいですよね。ね、本当ですよね。ね、なんか、トゥールルっていう感じ。え、なんかカメラ回ってますよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。みたいな。はい、ということで、本当によろしくお願いします。はい、で、この度ですね、厚生社厚生学さんから、ね、GID 実際私はどちらかと、出させていただきました。ね、私事でみたいな感じなんですけれども、ね、でかつてですね社会学者のアメリカっていうですねめちゃくちゃ硬い学術書をこちらから出させていただいたんですけど、ね、で今回は奈々さんはですね私の授業ですね、授業で、お招きしてっていうのところから始まって今回こういう本をですね出させていただくことになりました。授業がですね、2007年でしたっけ。7年、もう5年前です ね、 そうですね、丸5年奈々さんと私が出会って丸5年になります。で2007年に今の目白大学の頃で、ね、教えてるっていうか、そちらが所属なんですけれども、それまで2010年の3月まで盛岡大学っていうところにいたんです。岩手のですね。でそこでですね、家族とかですね、でパートナーシップっていうようなところを話してもらうときに、で奈々さん言っちゃっていいのかな。あ、大丈夫です、ね、で、はい、奈々さんは、元男性ですね、はい、で現在女性ですね。で、法的にもで2004年の法律ですよね、はい、で性別を変えられるっていう法律が施行されて、で戸籍の性別も、男性から、女性になっているっていう、ね、はい、でそのまあ間もなかったですよね。ですから、ね、2007年にお招きしたことっていうのは。そうですね、ですね。で家族とかですねパートナーシップっていうところで、普通家族っていうと男と女が、ね、結婚という制度を取って家族っていうふうに言うわけですけれども、例えばですね、アメリカの場合、まあ、ちょうどオバマが認める認めないって話してましたよね、タイムリーにね。で同性婚は、OK っていうような形で、まあ、そういうことを考えていくときに、伝統的なその、ね、男と女が結婚という制度を通っていく家族とかパートナーシップっていう他にも、家族とかパートナーシップっていう形なんじゃないかななんて話をしてて、どうなんだろう。で学生の皆さん、ね、一番イメージしやすいのってどうなのかなということで、もう例えば、ね、で一番その極端な例ってすごく失礼で語弊があるかもしれないけど、男から女っていう風な形で性を転換しちゃった方に授業でお話ししてもらうことはできないかなっていう。でそれでですね奈々さんにね、ちょうど奈々さんが当時解説してたのブログとかってまだ流行ってなかったから。そう、まだ2004年とまだアメブロとかがねメジャーじゃなくて、名前出していいのかな、そう、そういう個人ホームページとかで、ね、私もなんか惜しげなく自分の携帯のメールアドレスを載っけてまして、そこに先生からご連絡いただいてですね。ですからでホームページにですね携帯のメールアドが書いてあるんで、これってなんか出したら返事返ってくれるのかなと思ってですね、そしたらすぐに奈々さんから返事いただいて、ね、それで盛岡に来ていただいてっていうところから
始まったんです。ですからこちらの本がですね、その今までの授業の奈々さんに、授業に私の授業で来ていただいて、それで奈々さんに、パートナーシップはとか、奈々さん例えば男役割とか女役割とはっていうようなところを話してもらってるんですよね。でそれで、目白に、移ってからはものすごいね、あの大学で、ね、好きな科目をですね、あなた作りなさいと言われたんですよ。基礎科目みたいなんでね、教養科目で、もう真っ先にですねセクシャリティの社会学っていうのを作っちゃおうということでポーンと作ってですね、でそれで学生の皆さんに聞いてもらっているんです。で、奈々さんにも、そこではもうね、例えばセクシャルマイノリティっていうふうな形で言われているゲイとかレズビアンの方っていうのが始まって、ね、で授業してもらってますよね。で今回この本っていうのはこれまでの授業記録って言ってもいいですよ ね。ほとんど、まあ、結構いろいろ、まあ、新しく書いたこともあるんですけれども、基本的にはその授業中にお話をしているような、なんかよくテレビで最近ね、テレビとかメディアとかでゲイってなんかゲイとかミュンハン風とかオカマとかお姉とかいろいろ使われてるじゃないですか。で実際それってなんかテレビとかではよく言うけれども、で実際どれがどれって意外とお茶の間には知れ渡ってなかったりとかして、マツコって結局オカマなのかお姉なのか女なのか男なのか、まず生き物なのかどうかわからないのか、そういうところから、じゃあさん、マツコって言っていいですか？マツコお姉さんとかねあとじゃあそこでなんかおすぎとピーコさんとか、それいろいろとお姉タレントさんとか出てきてるじゃないですか。で、そういう方たちのまず分類とかもざっくりと書かせていただいておりまして、でそういうところからだからといってテレビに出てるようなああいう際どい人たちばっかりじゃないよねっていう、ゲイっていうね、それこそ皆さん多分昔で言う皆様のね、私の目の前にいる方たちだと、昔だとホモと言われていたね、そこら辺の方々とかも、それこそすぐ近くの新宿2丁目の方々とかもそうですけれども、そういう世界に溶け込んでるゲイの方たちもいっぱいいるし、テレビに出ているようなあんたそうなのよこうじゃないのよちょっとあんたとか言ってるような人たちだけじゃないとか、あとそのニューハーフの人たちとかも結構メディアだと結構大きくね囚われすぎてしまいまして、それこそタイトルにも使わせていただいております GID っていう単語が結構新しい単語じゃないですか。私がまだ学生時代にはなかった単語だったので、ちなみに私今年31なんですけれども、その私たちがその新しい単語と触れる時とかにもなんかね、性同一性障害って重い言葉じゃないなで結構メディアとかでもね、性同一性障害の苦悩とかいうタイトルが結構ねよく取り上げてしまうので、で実際なんかね、そのメディアで取り上げられるのは男でもない女でもない人生を歩んできて涙涙のカミングアウトとかそういうことばっかりだから、でも私たちの身の回りにいるニューハーフとか性同一性障害とかゲイとかの子たちってそんなに毎日涙流して生きてるわけじゃないぞっていう、どっちかというとちゃんと楽しいエンジョイした生活も送ってるし、ヘテロセクシャルノンケの方々にはない楽しみ方とかも、実際楽しいこともいっぱい感じられることとか経験できたこともいっぱいあるので、私たちはこういう性に言われてよかったなって思ってることもいっぱいあるんです、ね、そういうメディアとかに書かれていないようなことも結構ね、ギリギリじゃないっていうことが書いてあるんですけれどもみたいきつみたいなことも書いてありますよね。いっぱい書いてありますね。私もちょっときつみたいなこと書いてありますね、でもほとんど奈々さん書いてます。あ、そうそうで、そういういろんなセクシャリティがあって、で実際メディアの、ね、テレビとかでは書かれていないようなこととかもいっぱい書かれています。でその中で、私はそういうなんだろうな、人権派とかいうわけではないので、ニューハーフをもっと社会に取り入れようとか、なんか面接で私ニューハーフですよろしくどうぞって言って、なんだろうな、ちゃんと社会にニューハーフが溶け込んでいくようにしようっていう方ではないですね。私は結構びっくりされることも多いんですけど、保守的な方で、別になんか世の中に出るときに私お姉ですけどよろしくっていうことはあまりしたくない方で、今日はなんか特にねイベントなのでめちゃめちゃお姉推しで、お前なんか化粧とかも濃いだろうとか、お前それで女とか言ってんじゃねえよと思われるかもしれないんですけれども、普段の生活ではなるべく
私こういう風な GID 性同一性障害で生まれたんだから、ちゃんと女性として溶け込んで社会に波風立てずに生活していく方が私は生きやすいんじゃないかなっていうのの方なんです。だからゲイの子たちとかでもね、会社とかでおねくちょをバンバン使って、あたしさ昨日さどうだったのよこうだったのよってヒゲのおっさんとかが喋ってるよりも、ちゃんと普通に溶け込んで、私たちセクシャルマイノリティとして生まれて自覚があるんだからこそ、ちゃんと社会に溶け込んで飲み会立てずに過ごそうよみたいなことが結構書かれてるので、あのね、まあね、怒る方はいっぱいいると思うんですけれどもそこら辺はね、なんて言うんだろう、いろんな考え方があっていいと思うんです。セクシュアリティって本当に答えが一つじゃないから、じゃあニューハーフとしてとか、そのニューハーフって私が言うことでさえも結構ねギリギリというか、私はもう一応戸籍変えたんだから自分のことニューハーフとかオカマって言わない方がいいんじゃないかっていうご意見とかもいっぱいあるんですけれども、そうじゃなくて私は結構メディアに出るときにニューハーフですオカマですとか普通にそういうことをなるべく使うようにしてます。そこでわざわざ私もともと男性で GID で性同一性障害でこうこうこうでずらっと並べるよりも、とりあえずざっくりニューハーフですっていうところから入ってもらって、あ、ニューハーフだけど女の人だね、ニューハーフだけどそんなに構えることなかったんだねみたいな方に私はしていきたいと思っているので、なるべくね、そういうのを私たちの中で勝手に作った造語なんですけど、カミングインしていこうっていう、まあそうですね、だからまあなんか権利だとか、もちろん人権運動とかですね、そういったリベレーションの運動というのはもちろんその、私たちはもちろん応援してるんですけれども、特にトランスセクシャルの方の場合はカミングアウトしたったらおかしいですよね。そうそうそう、ね、だからそういった方はメディアには一切登場しないし、だから現実はなんかちょっとずれた形で、でセクシャルマイノリティの人たちの当事者の話というよりはむしろその部外者とかあるいは研究者の視点っていう風な形で議論されることが多かったので、で奈々さんとも出会ってからは、あ、なるほどみたいな形で、私も本当にですね、もうそうだったんだということで奈々さんからすごく教えられることが多い。で、あ、実際こうなんだ、ね、じゃあ自分たちがその考えてきたのが結構その理想論的なところで、じゃあ現実はどうなのって言ったら厳しいんでしょ、差別するんでしょみたいな形だったんですよ最初のね。最初の質問というのはどんな辛いことがありましたって、授業で2007年に盛岡大学で奈良さんを招きした時にも、例えばご家族とはうまくやってたんですか、そうそう、崩壊しなかったんですかみたいなですね、こういった質問をやすり早じしてました。よく聞かれる、ね、でやっぱ差別とかひどかったんですかみたいな形をですね、奈良さんに聞いてたんですけど、奈良さんから、いやそんなこともないよみたいなですね、でいや結構楽しくやってきましたとかって話え本当ですかみたいな、ね、でも、まあ、奈良さん自身もこれまでこう、ね、人生の中でいろいろ悩まれた時もあって、そこをこう乗り越えてきてるから、そこが強さというか輝きというか美しさというか、もちろん、ね、悩まなかったことはないですよ。もちろん10代の頃とか中学生の頃とか、私は結構早かったので中学校の頃とかに自分がその男の子として真っ赤くなってますよね。でその時にやっぱり男の子が好きで、去年まではバレンタインデーのチョコもらってくれたのに今年はカラーもらってくれないっていう、まあそういうね、男と女の子が別れる時期じゃないですか、小学校高学年とか高校中学校とかになると、そういうのを目の当たりにしてやっぱり泣いた夜もあるし、でも私は結構早めに新宿に来ちゃったんです。生まれがちょうど神奈川だったからっていうのもあるけど、すぐに中学校上がると同時に新宿来て、新宿2丁目で飲んで飲み始めちゃったのね。それって許されるんですか？時効じゃないもん、教育だけで、ね、教育的に親としてすごい保守的になるんですけど、そういう話をで、そういう時にでもね、そこでいろんな人たちがいるじゃない、新宿2丁目とかって、普通の私ゲイみたいな人もいれば、ゲイだけど男口調の人もいれば、ゲイだけどめちゃめちゃお姉さんの人もいれば、女装家みたいな人もいれば、ドラッグクイーンっていう昔でいうオナペンさんとかみたいなね、とてもド派手な女装をしてる方もいれば、私みたいにそのニューハーフとかニューハーフ願望がある人とか、いろんなタイプの人がごちゃ混ぜになってて、だけどみんなすごいキラキラ輝いてて、私がなんか学校で悩んでたりとか自分の部屋にいた時はいろいろ悩んでたりとかしたのに、その新宿2丁目の夜行ったらみんな自信を持ってキラ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 輝いてる人たち、本当に心から笑顔で笑ってる人たちと中学校の時に出会えて、あ、
これかっていう、うん、あ、一皮むけるとこんなに素敵な笑顔を出せるんだっていうふうに思ったんですね。だから、あ、じゃあ私も、もうぶっちゃけちゃって、そんなに、わざわざ学校で私は小川だったけどっていうふうには言わないけど、ちゃんと自信を持って普通に生活してていいんだとか、でもしも学校に自分が微妙だなと思ったら、まあ世界は広いんだなっていうことが感じられたので、それのおかげでかな、結構そんなにね、自殺とかせずに、自殺しちゃったら子もいないけど、自殺とかみたいな手首切ったりとか、そういう悩んでね、いっぱいオーバードーズしちゃったりとか、そういうこともなくここまで来れたので、結構私はその第一歩が早かったから恵まれてるんじゃないかなとは思います。お母さんとかご両親とかも、結構理解がある方だったので、うん、あんまりね、そのテレビで言う感動されたとかいうこともそんなになく、ちゃんとなんか逆になんか若いうちに自分の生きる道が見つかってよかったんじゃないのって言って、うんうん、なんか最近だとね、ほら大学生とかでもさ、ね、大学出ても親のすねかじって20代中盤とかなのにお小遣いもらってて仕事もろくにしないでずっとねやってたりとかするよりかは、自分でちゃんと見たい、見つけた道に向かって勉強していって、芸事を学んで、で、自分でお給料を得て生活をしていくことができるのであれば、お母さんたちとしてはそれは全然いいことだよって言って、あんたがちゃんと笑顔で生活してくれるなら、私たちにとってはそれが男性を愛そうが、ね、女の子になろうが、あんたはちゃんとそれでまっすぐ生きてるんだから大丈夫だよっていうことが言ってくれて、あ、よかったなってやっぱり思ったので、ね、やっぱり両親の話ってすごいですよね。でもね、その時はそんなに思わなかったけど、多分ね、その時お母さんたちはそれこそなんかもう、ね、自分の子供がそうなるなんて思ってもいないわけじゃないですか、うん、私は当事者だからしょうがないけど、うん、自分の両親とかね、普通に、ね、異性愛者として生きてきて自分の子供がそうなった時とかは本当に多分私以上にいっぱい悩んだんだなと思うんです。だから私はこの本とか書く時に思ったのが、うん、結構ね、メディアではなんか当事者ばっかり悩んでると思われがちなんですけれども、実はそうじゃなくて、それのご家族だったりとか、ね、ご両親、もしくはそのお兄ちゃんとかお父さんとか、弟とかの兄弟とか、あとはそういう私たちみたいなのを雇ってくれてる会社の社長さんとか上司の方々とかの方が、ね、いっぱい悩んで、私たちの扱い方とかをいっぱい悩んでくれてるわけだから、うん、そこをちゃんと考えて私は生活しなくちゃいけないんだなっていうのを最近もよく思いますね。新宿に、ね、こう直行できたっていうロケーションの良さとか良かったよね。確かにね。盛岡でですね、やっぱりこう相談を受けてる、やっぱりそのカミングアウトっていうかね、でされたりとか、例えば私はこう GID っていうか、そのいや生まれは女性なんだけど男性のアイデンティティっていうか、ずっとそうしか思えなくてっていう、やっぱりこう地方にいる子たちの情報なり、なんかその生きられる世界というか、なんというか、ちょっとやっぱり奈良さんの場合とちょっと違ってくるのかな、ね、だから私の場合はね、やっぱり本当にちょっとすぐここに新宿に来れたので、いろんな人と出会えたけど、でも実際地方とかにも結構ね、急行が止まりそうな駅ってすごいざっくりですけど急行が止まりそうな駅にはね、大体ゲイバーとかがあるので、あと、まあ、新幹線が止まる、あ、新横浜ないわね、まあ、ざっくりと主要都市にはゲイバーとかっていうのはあるから、みんな多分それこそね、地方とかでも一人ぼっちとは思わずに、新宿だからいいっていうことではないと思うんです。実際その地方の、私の友達のゲイの子でも青森出身の子がいるんですけど、その子とかは東京出てくる前に青森のゲイバーでいっぱい楽しく遊んでて、そこでいろいろと教えてもらったりとかもして、だから地方は地方でちゃんとね探せばあるし、今だとねインターネットとかもいっぱいあるので、とにかくなんか被害妄想じゃないけど、ギュッてならずにちょっと調べてみたりして、で、ね、兄弟とか親とか同級生とかにこの悩みはとかってさ告白しても、あんまりちゃんとした的確な答えとかってそんなにもらえないけど、うん、答えをもらおうとするんじゃなくて、その自分と同じセクシュアリティ の人生の先輩とかに会ってみて、一緒に話してみるというか、一緒に飲んでみるとか、まあ、10代の子たちとかは一緒にお茶でもしてみたりな、悩み相談するよりも、あ、これでいいんだっていうのが
つかめると思うので、うんうん、結構地方は地方で良かったりするので ね新宿だと結構どぎついお姉さんが多いからそこで負けちゃう人新宿嫌いな人がゲイの子たちとかも出てきちゃったりとかするので俺も新宿行かねえっていうゲイの子とかも結構いるからねごめんなさいねここ見たらまあそんなとかそうだあんまり中身のこと言ってないですよ ね中身のこと言う前に中身ではとあれですよねまずゲイの分類まあ、セクシャルマイノリティの分類みたいなところまで、うん、なかなか分けられないんですよね綺麗にね、ね、これがね分けなくていいと思うんだけどね分けなくていいと思うんですけど一応マトリックスみたいな形で、うん、かなり細かなマトリックスっていうような形で分けさせていただいてますだってここでは一応ね多分よまだ読んでない方もいっぱいいらっしゃると思うんですけれどもそれこそトランスジェンダートランスベスタイトトランスセクシャル GID とかはぁ、あ、でしょそうそのトランスジェンダーとトランスベスタイトの違いって何よとかになってくると私たちみたいな当事者でさえもそんなに把握しながら私今トランスベスタイトとか去年まではトランスジェンダーとかで生きてないので多分ねこれはね結構本当にそれを専門に勉強してる人たち向けの言葉だと思ってますそうですね、うん、これは当事者の方々 の、うん、視点というよりはむしろその研究者の視点で研究者って分類したからじゃないですかそうでそれで、こういうタイプこういうタイプこういうタイプと分けたかるんですけど、うん、当事者の方々としてはそれって非常にこうこうグラデーションみたいなものがあるのかなっていうのが分かります、うん、それね白でも黒でもないグラデーション楽しみなさいよって私は思うんだけど、ね、結構学者の方々はね白か黒かって言いたがるからね本当にそうですねごめんなさいね学者の方いたらあとはあれですね、ここの本の中で特に強調したかったのはやっぱりセクシュアルマイノリティ、まあ、もちろんその私の方は社会学ということですからその差別の問題であるとか偏見の問題であるとかということでアメリカの状況日本の状況というようなところを比べたりっていうのはあるんですけれどもで2人が特にここを強調したかったのはやっぱセクシュアルマイノリティの文化っていうのは面白いというところなんですねでオネーマンズっていうのが、あれ2006年くらいでしたっけねそうですね2006年かなちょっとですね面白いなと思ったのはアメリカでもですねゲイっていうのが要するにキモいっていうですね存在からファブっていうかかっこいい存在っていう風な形でですね、転換を見せるのが2000年代でこれ面白いですあそこをパラレルしてるんですよでクイアアイっていうですね番組がアメリカで大人気になってですねでこれがオネーマンズのアメリカ版みたいなでもクイアアイっていうのはちょっとイケてないなっていう男の子をイケメンにするっていう誰が5人のゲイかっていうですねでこれがなかなか楽しい番組があってそのなんか日本語版は面白いですよねでこれは女の子を、ね、お料理を上手にするとか、ね、で綺麗にするとか、ね、で変身させていくっていうですねメイクオーバーものっていうふうに言われてるものでオネーマンズの方がどっちかというとオカマ色が強いですよねそうですね確かに、クイアアイとかは本当にかっこいいゲイの子たちがやっていくんですスーツビシッと着てるようなだけど、オネーマンズは、だから日本でそういう、なんだろう、すっごい今ね、語弊があるような言い方するけど、色物的なオカマが好きなのよね。本当に。だから、それを良くも悪くも私は日本の素敵、面白いところだなって思うんです。外国ってさ、アメリカとかってそういうかっこいいゲイとか、はい、で、あんまりそれこそドラッグクイーンとか、女装者とか、それこそ、ね、日本でいう春菜愛さんとか、マツコさんとか、はい、ミッツさんとかみたいな方が、それこそ司会とかテレビにあんまりねそうそう出ないというかイベントとかでよく出てるんだけど、うん、こんなにすでに最近なんかさチャンネル回せば誰か出てるでしょお姉の。で毎日お姉が出てない日ってないじゃないですか。これって日本特有なんですって。アメリカ出ない。そう。だからね日本人はなんだかんだでそこはそこで嫌いじゃないんだなって思うの。そう。で嫌いじゃないからといって。それはテレビの中で見たいんだよね。それが自分の会社に面接来たら嫌だけど、そう。で、だからそこを私たち当事者もちゃんと理解をして、私たちはテレビの中だとどうかこういうねイベントでこの境界線があるからすごい楽しんでもらえるけど、そう。私だって自分がねこういう風な生き方してますけど、私がねマンション住んでて隣の部屋にお困りだったら嫌だもん。本当に。だから。テレビで私もね岡間さんとかニューハーフさんとか見るの大好きだけど、じゃあ家の両サイドにニューハーフが住んでたら嫌だもん。だからそこは自分で理解しているので、
そのなんか自分の隣のお隣さんも隣にニューハーフが住んでたら嫌だろうから、それをわざわざ隣におかま住んでますよって言ったらベランダをねラメとかキラキラのモールテックコールとかそういうねアメリカンテイストのことはしないで、ちゃんとね私生活でね、あのスーパーに行くときはつけまつげしないとかね必要だと思うの TPO が。ね、それこそ神奈川とかに住んでると噂なんてすぐ回るから、ね、街中に行くときに、ね、調味料なんかスカート履いて網タイツ履いて真っ赤なルージュやって、ね、おかっぱのカツラとかかぶっていたら目立つし、ね、嫌でしょ。そういう目の毒にならないようにみんなちゃんと溶け込んでいくことが私たちはそれだから日本がそういうの楽しんでくれるからこそテレビの中とその私生活を分けることが私は大事だと思ってる。でそれを分けてその TPO ができると一般ののんけの方たちも優しく接してくれるのよね。あこいつちゃんと TPO 分けまえてるなんて。で日本人ってそういうさ、空気を読めとかさ、はい、わきまえろとかがさ好きじゃない。好きですね。そうだから私たちもあの、ね、常に真っ赤なルーズじゃなくて、はい、そう普通に行くときはちょっとベージュにしたりとかそういうのが常にエレメルのパンプス履いてるのはやめようねっていうのが書いてあります。結構そう、こうカミングアウトあんたしたからって会社にスパンコールのオイル好きでちゃダメよとか結構ねアメブロとか見てるといるのよね。私の今日の出勤スタイルですって言っておかまのカツラかぶって真っ赤なルーズがあってあの網タイツでなんか今から出勤ですってあんたちょっと大丈夫ってこっちが心配になっちゃうような方々がいるんだけど、それだとやっぱりなんかその人は楽しいかもしれないけどさ上司とかさ部下とかさいろいろ大変でしょ。そういうのをちゃんとお前らもわきまえろよっていうことが結構書いてあるのでねきついっすね。でもね必要だと思うの。それって誰も教えてくれないじゃない、うん、確かにそう確かに特にねなんかね一皮むけだと思っている女装とかあのね強いのよ。あのねあ言っちゃダメかなこれ以上お酒飲んでないですよ私結構ねあのゲイの方でもそうなんだけど2丁目に出てきたてのゲイの子たちとかって急に私生活でノンケの方々を目の前にした急にお姉言葉を使いたがるゲイとか多いのよね。そうとかなんかニューハーフになりたてで包教したてのニューハーフはいつも胸を出して歩くとかあの胸のラインギリギリの胸しか着ないとかがね楽しいとは思うんだけど あなたたちは特殊な存在なんだからそうやって一応なんかその特殊な存在セクシャルマイノリティという看板を背負って生きてるんだからちゃんとあんたが変なことするとみんなも変なことだと思われるのよっていうことを分かって私は生活してほしいの。それこそさ外国人の方々とかも、ね、日本に入ってきた時に外国人が、ね、変なことしたらああやっぱりどこどこの国の人はこうなんだって思っちゃうじゃない私たちも。でそれと一緒でさオカマが例えば、ね、傷害事件を起こしたとかオカマのなんか中学校の先生が男子高校生に手出したとか言うとああやっぱりオカマって頭おかしい人多いのねって思われやすいんだからみんなねセクシャルマイノリティとして生きてるんだからそうしたら看板背負ってんだからその看板に恥じないように変なことするんじゃないよっていうのも書いてあるのね。興味出たみんな書いたくなったでしょう。なんかちょっと怖い感じがしてくる。あ、ほんと誤解にちょっと手に取ろうと思ったのがちょっと怖いなみたいな。ほんと怖いかしら。でもまあパラパラっとね、ご覧になった方はイラスト描いてくれたペソックスさん、あ、ね、今日イラスト描いてくれた子もゲイの子なんです。そう、ね、で本当に楽しい方になってるかなと思います。それでおまけでつけたですね年表が一番評判が良かったみたいな。そう、ね、びっくりですよね。結構ね後ろの方のページなんですけれどもこういうふうに、はい、年表があります。でこれが小説とかね、そうそうそう、小説とか映画とか漫画とか本当に、ね、アニメとかもそうですけど本当にごちゃ混ぜで年表にザーって書いてあるのでそれこそこれを持ちながらね紀伊国屋さんをぐるっと一周したらいろんなものが手に入る見えなかったこれまで知らなかった世界にこういざなわれるみたいな感じになるので注文したら多分届けてくれると思う、はい、そうでも本当にねいっぱいそのゲイのやつとかって面白いこともいっぱいあるしそのニューハーフがどうだゲイがどうだとかじゃなくて読んでみると
結構あのこういう語り口調で書かれてる本なので結構読みやすく読めると思います。あんまり学術書だから難しいのかなとか読みにくいのかなとか思わずに、うん、エッセイって言ったら結構軽くなっちゃうけどそれぐらいサラサラと読める本になってると思いますので新幹線のお供にでも買ってみてくださいませ。はい、こんなところでしょうか。ありがとうございます。せっかくなので会場の皆さんね、まずはご質問をぶつけていただきたい。柔らかにしてください。どなたかいらっしゃいますか。あ、はい、今日はロマイさんのメモを読んで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。私も GIT で、はい、MTF なんですよ。はいはいはい、手術して手術後やっぱ、はい、体の抵抗力が弱くなったっていうんですけど、はい、どんなものなんでしょうか。抵抗力が弱くなったというのは風邪ひきやすくなったとかそういうことですかね。肌のカサカサが治りにくいとか被害者が治りにくいとかホルモンバランス逆よね私は逆なんですよ。逆に自分がそれこそホルモン治療とかをする前は結構やっぱり思春期だったっていうのもあると思うんですけども肌荒れが多かったりとか元気とかもあったりそれこそ私10代の16から19ぐらいまでって3年間ぐらいアトピーになったりとかして肌がガッサガサになったりとかした時期があったんです。でもそれの時から去勢して去勢、うん、犬とかでもそれでしょ。そうお分かりやすばせしてなんか犬の部分的にいろいろ問題らしいね。あ、そう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 して手術をしてからは逆にでも女性ホルモンを打つから女性ホルモンって肌質を良くしたりする成分というかがありまして、あんまりそう肌がくさつくとかは逆にないんです。逆に女性が年齢を得て50代とかで生理が不順になったりとか生理がなくなったりとかするとそれまでその肌の潤いとか髪の潤いを保つ女性ホルモンがバランス崩してで女性もなんか肌がかさついてきたりとか髪の毛がガサガサしてきたりとかするのでだからその手術をしたから肌が荒れるようになったとは直結はしない方がいいんじゃないかなとは。あとはそういうふうに悩めば悩むほど肌って荒れやすいので結構楽観的にあまり手を加えない方が治りやすかったりします。ニベア塗れって言ってるのありがとうございます。他にご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。はい、じゃあ書店のものなんですけども、この一緒にこう作品がいろいろセクシャルマイノリティなんですけど好きなっていうかこう見てのんけの人に見てほしい作品とかあとはご自身で好きなとかってあったら教えていただきたい。ですね多分ここ本屋さんだから本の方がいいわね。いやありがとうございますありがとうございますいろいろお気持ち基本的にアニメとか漫画とかの方が好きなのでよくその漫画の方から入ったりとかするんです。であまりそれこそなんか文学誌とかはそんなに読まない方でね、それは鈴木先生の方によくお任せしてるんですけれどもそうですね読みやすい本での私が一番買ってほしいなと思うのはマンダリンゴ先生のコンプレックスっていう漫画があるんですけどなんだっけビブロスでしたっけあれビブロス出版でしたっけビブロスでしたっけビブロス出版さんから出ておりまして文庫本で出ております。でコンプレックスというもともとが BL っていう男の子と男の子のその恋愛のちょっと可愛い感じので BL って言われるような漫画だったんですけれども回を増すごとにすごく深いストーリーになってきてそれこそただ男の子がイチャイチャしてる漫画じゃなくてその男の子たちが小学校の時からもう果ては最後の巻とかの時にはその二人がおじいちゃんになってなぜかその若干ネタバレになるんですけどそのお孫さんまで出てきちゃうようなその時ボーイズラブじゃなくてボーイズライフじゃないかっていうとてもね、私はあれを読むと必ず泣くんです。
で、あの当事者でも当事者じゃなくてもあれは感動できるし、よくわかるし、あんまりなんだろうな、変に女性、マンダリンゴさん女性ですよね、女性が書いてると思うんですけど、よく取材をしたのか、ちゃんと細かい精神描写とかもよく書かれているので、私はあれは本当に読みやすいと思います。活字好きの人は、漫画じゃなくて活字好きの人はどういう方がいいですかね。活字好きですか。あんまり、そうですね、あの、まあ、映画も紹介してますよね。映画でですね、学生さんとですね、目白の学生さんと見てるのはミルクですね、最近の、ね、うん、はい、あのこちらそのハービーミルクですけども、あのゲイリベレーションの、指導者ですよね。あの電気ドキュメンタリー版ももちろんすごくいいんですが、あのショーン・ペンが演じたですねミルクは本当にいい映画になってるんじゃないかなというふうに思います、ね、うん、すいません、好きなみなコメント。いえいえ、ありがとうございます。結構あれかな、あの当事者に見てほしいのと、はい、当事者じゃない人に読んでほしいので結構違いますよね。違う、そう、そうそうそう。さっきのコンプレックスは我に両方かな、両方、両方なんですか。私が好きなアゲンになるけど。はい、ありがとうございます。他にご質問のある方いらっしゃいますか。はい、言われるって、それが嫌だって聞いたんですけど、決めくれてるわね。どっちなのかな。あ、カミングアウトしたからってなんかそんな対応変えてくれっていうのもね、それもそれで私は横暴だと思いますけれども、なんだろうね、そのあのもちろんね、その多分その方が年齢的にお若い方とかだったら、ものすごいなんかもう最高の勇気を振り絞ってカミングアウトをしてだとかなのかもしれないけど、それによっても違うと思うけどね。あのカミングアウトしたからといって私は逆に変えないでほしい派なんです。カミングアウトしたからといってあの腫れ物に触るような扱いされるのは私は嫌だし、普通に接してくれた方が嬉しいし、今まで俺はこうだけど今まで通りでいてくれねっていう方が私はいいと思うので、どういう扱いをされたかったのかしらね、その人は。 MTF なわけでしょ。で MTF でカミングアウトって、 MTF の人ってカミングアウトをする前に見た目的にもうカミングアウトじゃない、ある程度。だからよほど女の子に見えて、昔ちょっと前にテレビでよかった椿彩菜ちゃんとか佐藤佳代ちゃんとかみたいに、もうまんま見た目が女の子だったけどカミングアウトをして女の子として扱われたい。違うの。うん、あ、オカマって言ってたけど女として扱えって言いたかったのかしら。関係性はやっぱり変わるから、そこ考えてほしいみたいな。そう。そう、180。でも、それは女の子に言ったの？が変わってくれないみたいな感じだったのかしらね。私はあんまりその、あのゲイの方だったらまた違うかもしれないけど、 MTF とかってさ、やっぱり社会に溶け込んでなんぼだと思うので、だって女になりたいんでしょって思うの。オカマになりたくて MTF っていう人は私はおかしいと思うからね。あのメールとフィメールで男性から女性なわけじゃないですか。でそれで、あの MTF 扱いを受けたいのあなたは、私は思っちゃうのね。女性扱いを受けたくて MTF って名乗るのであれば、カミングアウトをして、そのなんか私はそういうなんかちょっと特殊な人間だから、あんまり私にあのおかま面白かったよねとかそういうこと言わないでねとかじゃなくて、女性として接せられたいのであれば、そういう風にするのはちょっと私はおかしいんじゃないかなって思っちゃうんです。その人がニューハーフとして生活してたりするならね、あれだけど、一般の方なわけでしょ。いや、一応この辺でやってた。お店を、ああ、じゃあカミングアウトもなんかないじゃんね。
あれカミングアウトでしょその人。なんか私の友達とか、それは FTM の方って言ってたんですけど、なんか昔からの友人とかに言った時の反応。私はそれこそ中学校の同窓会とか行って、それこそ中学校の子たちから、同級生とかからしたら、私は例えば私の本名がリュウジ君だったとしたら、違うわよリュウジ君だったとしたらあのいつまでもリュウジってわけじゃないですか。で、私も中学あの20歳くらいの時、その多感な時期とかに、鼻が高くてお風になってた時期とかは同窓会とか行って、おーリュウジお前元気だったかとか言われると、ちょっとカチンときた時はあったけど、でもそこをさ求めても、あっちは好意で、悪意があっておーリュウジ元気かよって言うわけじゃないじゃない。それはこっち側が上手にこういう風にやっていってあげて、あ、もうこいつ女なんだから女扱いしてやんないとなって、あっちに自然と思わせてなんぼな商売だと思うの私たちって。それをわざわざ言って、私を変わんなかった、私もこうなったんだから女扱いしてくださいよっていう刷り込み式じゃなくて、それは若干強制じゃない、じゃなくて、もう あいつもこんだけ女になったんだから、リュウジって呼んだらかわいそうだよな、ちゃんと幸子ちゃんって呼んであげようよっていう方向に、その人が持っていくべき努力だと思うの。だから FEM の人とかも、私のこと女扱いしないでくださいとか言うのであれば、じゃあ女に見られないようになればいいじゃない、あなたはって思っちゃうのね。うん、だから私はそういうことを言う人には、あなたはだからまだ男として見られ、男としてとか女装としてしか見られてないから、そういう扱いを受けてるだけなのよ、もうちょっと自分を磨きなさいって言いたくなります。これは多分当事者だからこれだけきつく言えるのかもしれないけど、私はね、なかなかのんけの人にさ、あんたもおかまにしか見えないんだからおかまでいいじゃないとは言えないと思うけど、でもね、それぐらいでいいと思うの。そんなになんかね、世間がね、優しくなってね、おかまにしか見えない人にね、女扱いはしなくていいと思う。ね、そういうね、おかまにしか見えない人がね、レディースデーでね、ひげぼうぼうで、ただかつらかぶって、レディース料金で食べたいからレディースにしてくださいとか言われても、それは私は認めなくていいと思う。その人は、あ、そうですか、はーいってなんか流しておいてあげて、もうちょっと男らしくなった時に男の呼び名ですって呼んであげればいいんじゃないかな。怖くない私。他にご質問のある方いらっしゃいますか。はい、あ、すいません、さっきなんか見えるって話に出たんで、ちょっと昔から気になってたんですけど、はい、普通の一般のノンケの女性の方とかも、なんか結構僕の大学の友達とかも、まあ普通の方なんですけど、女性で結構なんか BL 派も出たりとかするんですけど、なんかあんまり多分男性でなんか女性同士のなんか恋愛ものを見ようって思う人ってあんまりいないと思うんですけど、あ、レズビアンものみたいなやつでしょ、はい、女性の中で結構その BL が流行ってるっていうのはこれはざっくり言うとファンタジーだからね。BL はファンタジーなんです。頭おかしいわけじゃないですよ。なんだろう、 BL って本当のそれこそゲイのこととかを描写してるわけじゃなくて、 BL はあくまでも、それまでちょこっと書いてあるんだけど勝手読んでね、BL ってゲイが好きだから読むとかじゃなくて、少女漫画のなんだろう、少女漫画が好きとかの人とかがさ、ある種、私少年漫画とかだと冒険ものも好きだったりとかさ、少年漫画だけど恋愛ものとかもいろいろあるじゃないな、そういうジャンルの中で BL とかがあったりもするのかなと思うけど、そんなに、なんて言うんだろうな、ゲイが好きだから読むわけではないっていうことはすごく確かで、 BL が好きな人はあんまり2丁目来なかったりもするよね。あ、ごめんなさいね、誰に言ったわけじゃないです、うん、だからあれは本当にファンタジー好きみたいな、 SF 好きみたいな感じで読んでるだけなんだと思うので、私もそうだから、私もなんだろう、普通にファンタジーのものを見るような感覚で BL を読んで、もう全然現実世界とは違う感じで読んでるので、読んでみたことあります？いや、ないですね。おすすめの本なんか紹介しましょう。じゃあ今度本当に怖いもの見たさそう、最近BL という単語がねよく出てる、はい、きて、結構学生さんからもね BL については聞かれたりとかするんですけれども、うん、
で結構その腐女子とかについて BL イコール腐女子とか腐女子のことについても、まあ、一応書いてあるんだけど、結構誤解がねやっぱりねそれも多かったりとか、はい、エロ本ではないからさ、なんていうの、ね、BL についてね、BL について話してたら一晩かかってもなかったで、その彼女が BL とか読んでたらどうなんです、嫌だ、俺のことそういう目で見てんのかこの野郎とか思ってる、なんかちょっとあれどうなんだろうって不安になっちゃうかもしれないです、なんか農家の男性でもさ AV とか借りるときにあのレズビアンものをたまには借りてみようかなっていう人とかもいるじゃん、だからといってレズビアンと付き合いたいわけじゃないじゃん、そういう感じ微妙な感じで、BL 好きの腐女子もみんな農家の男性みんなのことをそれこそ 3D の皆さんのことを腐女子の目ではあまり見てなくて、逆になんかそれを腐女子の子にお前俺のことそんな腐った目でみんな言われるのよ、お前のこと見ねえよって言われてしまうだったらなんかトッポとトッポとチョコレートの方が燃えるわっていうね、そうあんまりだから BL はね、はい、また口にしましょうマイクと押すと言っちゃってて、はい、もっと最後の質問にどなたか、はい、そうなる方いらっしゃれば見尽くした感じですね、見尽くした聞きたいことあってこの後、ね、直接あ本当ですか、はい、聞いていただくといいかと思います、はい、では本日はありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございます。